松本祐希は神奈川県横浜市西役出身のプロ野球選手。宇藤左打。福岡ソフトバンクホークス所属。南西谷小学校1年生の時に難式の南西谷ライオンズで野球を始め、南西谷中学校時代は瀬谷ボーイズに所属していた。岩手県盛岡市の盛岡大学附属高校に進学。同校では1年生の春にベンチ入りした。 第94回全国高等学校野球選手権大会では、背番号11でベンチ入りしたが、出場機会はなかった。2年生時の第85回記念選抜高等学校野球大会の2回戦において6番、投手で、先発出場し、8回に3を投げ3失点の成績で、3回戦では4番、右翼手で先発し、5回の途中で、救援登板すると4回に、 3を投げ、無失点の成績だった。打撃成績は2試合、計6打数3安打で打率。333だった。秋に、背番号1となった。3年生時の、第96回全国高等学校野球選手権、大会、岩手大会では5試合で計42回を投げたが、その疲労で、右肘が炎症を起こしたため決勝戦で勝利した、あとは、治療に専念した。 全国大会の2回戦には4番、投手で、先発出場し、9回を投げ3失点で、関東勝利を挙げたが、同じく4番、投手で、先発出場した3回戦、対鶴がけ非戦では2回に、3を投げ9失点の成績で、チームも敗れた。打撃成績は2試合、計8打数1安打で打率、125だった。高校通算54本塁打。 2014年10月23日に行われたプロ野球ドラフト会議で福岡ソフトバンクホークスに一巡目で指名され契約金8000万円、年俸800万円で合意し入団。背番号は斉藤和美がかつて使用していた66に決まった。一時阪神トロッテの一位候補にも名前が挙がったが、ドラフト会議ではソフトバンクの単独指名となった。 高校時代には二刀流とも評されたが、プロでは投手一本で勝負することを決意した。2015年は右ヒーチ通のためにシーズンをリハビリに費やし、二軍でも登板がなかった。2016年7月14日に行われたフレッシュオールスターゲームでウエスタンリーグの選抜メンバーに選ばれ、5回表に5番手で登板し1回を投げ3失点だった。 9月30日に1軍出場選手登録され、同日の対東北楽天ゴールデンイーグルス、戦において4点リードの7回表に2番手でプロ初登板し、1回を投げ悲案だ1、非本塁打1、脱三振1、1失点の成績だった。2軍公式戦においては9試合に登板し、5勝1敗、防御率3.06の成績を残す。2017年、 宮崎春季キャンプでは A 組に抜擢され3月14日に行われた読売ジャイアンツとの自身初登板となるオープン戦で3回を無四球4奪三振1失点と行動したものの開幕1軍入りは果たせなかった5月14日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦において中継ぎ投手として今季初登板を迎える 5月21日の対埼玉西部ライオンズ1000に中継ぎ登板5月27日の対北海道日本ハームファイターズ戦において1軍公式戦初先発を果たす結果は勝利投手の権利まであとにアウトの4回1、3、6失点での降板でプロ初勝利は手にできなかったが6月3日のせパコーリ戦対横浜 DNA ベイスターズ戦において 5回に、3、3失点の投球内容でプロ初勝利を出身地の横浜で飾る。6月29日の対日本ハム戦では、5回に、3を4アンダム失点の高騰で、本拠地での初勝利を挙げる。以降は先発するも勝ち星はつかず、9月以降は1、軍での登板機会を失ったが、シーズンを通して1軍公式戦15試合に、登板し、2勝4敗。 防御率4.78の成績を残した。シーズンオフの12月4日、福岡や福岡、ドーム内の球団事務所で契約公開交渉に臨み、400万円アップの年俸1200万円でサインした。2018年、宮崎春季キャンプ中に腰痛で離脱し、一軍公式戦の登板機会を得たのは8月4日の対オリックスバファローズ戦となる。 シーズントータルで6試合に先発登板し、1勝2敗、防御率3.45の成績を残す。シーズンオフの12月7日、福岡や福岡、ドーム内の球団事務所で契約公開交渉に臨み、現状維持の年俸1200万円、金額は推定でサインした。2019年6月9日に行われたセパ交流戦。 対広島カープ戦で先発するも、3回1、3で3失点を喫し敗戦投手となるが、同月18日の対東京ヤクルト戦を置いて、6回を投げ勝利投手となる。7月7日の対オリックス戦では8回2失点の、高頭も見せるが、シーズンを通して腰痛に悩まされ、7試合の当番にとどまった。シーズンオフの12月3日、福岡市内の球団事務所で、 契約交渉に臨み、現状維持の年俸1200万円で契約公開した2020年、開幕を1軍で迎えた。6月20日、7回途中同点の場面で初登板したが、勝ち越しを許し敗戦投手となった。続く6月23日の登板でも失点すると、翌々日25日には1軍登録を抹消された。 8月21日に一軍昇格すると、8月26日から8試合連続で無失点を記録し、同月29日の対日本ハム戦では、自身初のホールドを上げるなど、自己最多の25試合に当番シリーズ優勝に貢献。巨人との日本シリーズでは、第4戦で、先発の和田武士の後を受けて3回から5回途中までの2回に、2、 三鬼安打四奪三振無失点と抑え、日本シリーズ初登板にして勝利投手となった。シーズンオフの12月8日、福岡市内の球団事務所で契約交渉に臨み、800万円アップの年俸2000万円で契約公開した。同月16日、第四五洋追追看板、ヘルニア経費的全席追内視鏡化手術を受けたと発表された。 2021年1月16日にタレントで元 SDN48 のカイダュリと結婚したことが明らかになった。最速時速 153km の速球にツーシーム、カーブ、スライダー、カットボール、チェンジアップ、フォークといった豊富な変化球を織り混ぜる。ありがとうございます。